この動画では最新版生誕100万超え集客ロードマップ完全版を包み隠さずにお伝えしていきます。地域で強い整体院がある、大手のグループ院がある、格安マッサージ屋さんがある、そんな状況だからこそ集客を学べば成功しやすいんだっていう内容をお伝えします。さらに説明欄には整体院集客を一気に成功させる有料級豪華特典10個を配布しているので、ぜひ受け取ってください。また絶対にしてはいけない決定的な最悪ポイントもお伝えするので、整体院集客を成功させたい方にとっては驚きの動画になっています。そんなこと言っても自分の求めてる情報なのかな、そんな風に感じてると思うので、具体的にどんな人にとっての動画なのかをまずお伝えしていきます。一人経営またはスタッフ1から2名、開業前の先生から売上100万以下の先生、駅から徒歩10分で立地が良くない、集客数が毎月12以下、今の現状に危機感を持っている治療家、先生はこの条件に当てはまっていますか？最近は治療技術だけでは集客できないというか、治療技術はあって当然ですよね。そんな治療家が増えていて、技術を真剣に学んでいる人ほど集客を学ぶ傾向にあります。そんな流れを感じますよね。事実として茨城で開業し初月で137万円を達成した伊藤先生は、開業前から集客を学び準備してきて結果を出しましたし、鈴木先生は保険の整骨には勤めていたけども、保険では未来がないと感じ自費で開業を決めました。開業前から集客を学び、開業初月で40万、2ヶ月目で80万、3ヶ月で100万を突破。このように開業してから集客に悩んで学ぶのではなく、開業前から学びロケットスタートできる治療家が増えていますね。危機感感じるでしょ。開業初月であろうと10年選手であろうと全く関係なくて、しっかり集客を学び実践している人だけが患者さんに知られて選ばれて感謝されていくんです。先生はどうなりたいですか？自分の技術を求められる治療家になるのか、黙ってても受けてもらえたら分かると言って存在を知られずに敗因していく治療家、すべて自分が決めていくんです。では本題入っていきましょう。これすごく大切で絶対に覚えてほしいんです。その前に共存共栄とかあり得ると思いますか？僕はないと考えてます。ご自身の地域の人口を調べたことありますか？大半の地域が人口減少してますよね。でも治療院や健康管理の場所は減ってないんですよ。ってことは厳しくなっていくに決まってるんですよね。そんな状況で共存共栄なんか可能だと思います？不可能なんですよ。だからそんな綺麗な言葉に騙されたらダメで、しっかり勝ち抜く意識を持たないといけないんです。そこで絶対軸にしてほしい考え方が、自分がされたら嫌なことをする。え、それパパやママからは人が嫌がることをしてはいけません、そう教わって育ってきたで。大半の人がこの感覚だと思いますし、僕自身もそうでした。だから流行らないんです。自分で言うのもなんですが、僕はクソ真面目で人の目を気にしながら生きてきたので、開業した時に半年で2万という残念な結果になりました。だってそうですよね。まあ、周りに嫌われないように、目立たないように、波風立てないように集客しようとしてたんですよ。集まらなくて当然じゃないですか。あなたもそうなってません？なってますよね。だからこそこれを機に周りが嫌がることをしてほしいんです。具体的に毎月ポスティング2万枚されたらどうですか？実績を載せまくってるホームページを持たれたらどうですか？ Google 広告を毎月30万かけられたらどう？インスタ広告がインスタを見るたびに出てきたらどう？ YouTube 広告を出しまくって地域でかなり有名になってたら、地域のイベントで絶対にブースを出していたら、こんなことをしている整体院がもしあれば、あなたはどんな気持ちになりますか？いやいやってなりますよね。なんでその気持ちになる？やられたら負けるからですよね。じゃあそれを自分たちがやろうぜってこと、この意識は本当に重要で、集客を学んでいても成功しない人は嫌がられないことをしてるんです。覚えててください。集客は戦いですからね。この基礎を理解した上で、次に知っておくべきことは、集客できない整体院の特徴を理解しておきましょう。これ当てはまってないっす。集客の原理原則を知らない、広告を回す意識がない、実績を証明できない、この3つがあります。まずは集客の原理原則を知らないなんですけど、集客までの人の感情流れを理解することがめっちゃ重要なんですよ。これがこの図なんですけど、自分たちの存在知らないゾーンが大半で、ここからあらゆる広告を活用して予約につなげていきます。その上で理解しておくべき集客の原理原則は、今すぐ予約したいと考える人と1対1でやり取りをすることです。イメージできますか？ここに持ち込めるかどうかが鍵なんです。だからチラシやホームページ、ホットペッパーといった速攻型集客はターゲットを明確にして広告を出しますし、 SNS で自分という人を見てもらい信頼により集客する積み上げ型集客は、日々の投稿から個別のメッセージのやり取りによって集客をします。この部分の理解がなく集客を学んでも結果なんか出なくて当然です。チラシ負け、ホームページに PPC 広告やれ、そんなんでいいんだったら誰も苦労してないんですよ。そう思わないですか？そして2つ目の広告を回す
知識がないについてなんですけど、あなたは月にどれだけ広告予算を考えてますか？ 3 万 ?5 万ぶっちゃけ話にならないんですよ。資金がないから SNS 集客を成功させる？じゃあどうやったら集客できるかノウハウ知ってますか？お金をかければ早く結果が出る。お金をかけないなら時間をかけたら結果が出る。でもこれノウハウを知っているからなんですね。参考としてチラシ1万枚で印刷費2万円、1000枚で1件の予約で10人、1人当たり2000円で集めれます。 PPC 広告は平均100円で1クリック、100クリックで1予約なので10人集客したいなら広告費が10万円、1人当たり1万円で集めれます。インスタ広告は3000円から5000円で1件の予約、 YouTube 広告も3000円から5000円で1件の予約。これをもとに集客何人したいのであれば予算これだけ必要だなっていうのが分かります。これをかけずに SNS で地道にやろうとすると少なくとも3ヶ月は時間がかかります。じゃあその間の固定費とかどうなりますか？苦しくないですか？それなら広告費を使って早くに集客を成功させる方がいいと思いません？冷静に考えたら誰もがそう思うはずなんですよ。でもそれと同時にこんな気持ちも出てきましたよね。全く集客なかったらお金をドブに捨ててるのと同じやん。わかります、そう感じますよね。だからこそそんな状況にならないようにやるべき2つのポイントがあります。1つは結果の出ている広告素材を集めて少しでも失敗確率を減らして実践する。これに関してそんなんどこにあるねんって声が出てるはずなので、動画の説明欄にいろいろな資料やツールを無料でお渡しする準備をしてるんで、ぜひ受け取ってください。これをすることで冒頭でも紹介した鈴木先生は6000枚チラシを巻き25名の集客を実現させました。何でも自分の力でするという意識を変えて人の力を借りるという意識を持ってもらうと成功確率はググンと上がります。2つ目は数字を把握するです。先ほども1人当たりいくらで集めれるのか金額を出しましたけども、他にも1人当たりいくらお金を払ってくれるのか、これを把握します。例えば PPC 広告で来た新規が5人、その5人からの売り上げが20万、1人当たり4万円、集客するのに1人当たり1万円かけてて1人当たりの売り上げは4万円、集客すると1人当たり3万円の利益が出る。これが分かればガンガン広告かけません？数字を把握せずにやるとお金をドブに捨ててる気になりますけど、把握してると全く怖さがなくなるんですよ。お金を入れれば増えて返ってくるんですよ。すごくないですか？これが分かってる人だけがどんどん広告を売って地域で繁盛する生態になってます。そして3つ目の実績を証明できない、これは集客していく上で絶対に必要な項目です。先生の治療がいいって誰が証明してくれますか？まさか自分で自分の技術がすごいって叫んでませんか？変に技術に自信あるやつはそればっかりやってるんですよ。ちょっと想像してみてくださいね。あなたの友達で俺の顔イケてるやろ、いろんな人に男前なんて言われるんだよね、すぐに付き合ってって言われて困ってんねんっていうやつがいたらどう思います？こいつキモいやつやな、痛いなって思いませんか？でもそんなキモい痛いやつを治療家はやってるんですよ。絶対に自分の自慢したい部分は第三者にしてもらうっていうのを心がけてください。実際にこんな感じでどん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 動画で証明するもよし、こういった形で写真で証明するもよし、スクショで証明するもよし、いろいろな証明の方法があります。自分では語らず周りに語ってもらう、それを徹底して継続すれば誰もがあなたの存在を気にし始めます。いかがでしょうか？ここまでの内容で何をするべきなのか、どんな意識でやるべきなのか、答えが明確になったと思います。そう、広告をしないといけない、集客を真剣に考え実践する必要があるんだと覚悟が決まったはずなので、ここから具体的に広告をどんな風にすればいいのか解説していきます。でもここで当たり前なので言いたくはないんですけど、これすらできてない人もいるので一応お伝えしますが、これできないとか論外やろの5大ポイント。1、先生が汚らしい。清潔と清潔感の違い、あなた分かりますか？大事なのは清潔感をちゃんと出すことです。もちろん清潔感があって清潔なのがベストですよ。でも清潔であっても清潔感が感じられなかったらそれは意味がないんですよ。逆効果なんです。清潔感というのは周りが見た時にこの人清潔そうだなって感じられることが清潔感なんですね。たとえあなたがその人と出会う5分前にお風呂に入ってもうすっごいゴシゴシ綺麗に洗ってめっちゃいい匂いを醸し出していたとしても、ヒゲがボーボー、髪の毛がボサボサ、見た人がうわこの人汚らしいなと思ったらもうそこに清潔感っていうものはないんです。逆にいやお風呂3日入ってないんですよね、でもめちゃめちゃピシッと整えてる、ヒゲもない、歯も綺麗、髪型も整ってる、うわこの人めっちゃ清潔感あるやん、爽やかやんって思われてる方が印象いいんですよ。あなたはこの辺気にしてますか？特に45以上の治療家めっちゃ気にした方がいいですよ。 Facebook 見てても誰がこんなやつに治療受けられたいと思うねんみたいな人めっちゃいますからね。だからその辺は本当に気にしてください。でそういった人ほど
自分の顔面を表に出してるんですよ。 LP でも自分の顔出してるし、 SNS でも出してるし、もうそれが集客できない理由なんだよっていう人がいるんで、ぜひ注意してください。2、陰前陰内が汚らしい。陰内が汚い、陰前が汚い、ありえないんです。もう論外なんですよ。いやいや、昔はこれで流行ったで。昔はそうなんですよね。なんでかわかりますか？昔はね、なんやかんや言うてですね、整体院少なかったんですよね。で、また広告売ってるところが少なかったから、直してくれるところでどこなのかなってのが分からなかったんですよ。だからあそこいいでって言われたら、あそこがたとえ汚くても変なとこであっても、ここしかないから行こうって言って、みんなそこは来てくれたんですね。でも今見てくださいよ、地域どんだけ治療院ありますか？で、どんだけ綺麗な治療院がありますか？で、どんだけ広告売ってる治療院ありますか？たとえどれだけあそこいいでって言われたらとくて、他にもいいとこいっぱいあるんですよ。であればですよ、あそこいいって言われてるけど、ちょっと汚いしな、いつもほこりまみれやしな、なんか陰前うんちょしてるしな、それだったらあそこ最近出てたとこめっちゃ綺麗やで、なんかクリニックみたいで、あそこの方がいいんじゃない、あそこ行こうなるわけですよ。これ覚えてくださいね。人はですね、空間にお金払うんですよ。おしゃれなところ、いつもと違う非日常なところ、そこだったら高くてもお金払うんですよ。もっとこだわった方がいいです。ぜひここ意識してください。3つ目、ホームページがしょぼい。これもありえないです。あなたもですね、絶対そうでしょ。なんか聞いたらとりあえずネットで調べません？もちろん SNS で見たりとかね、すると思うんですけど、ホームページがあったらホームページ徹底的に見るでしょ。その時に情報量が少ない、古臭い、魅力が感じない、どうですか？選ぶと思います？選ばないでしょ。普段選んでないでしょ。でもなんで自分が選ばれる側になった時にそんな中途半端なことをするんですか？また自分の写真気にしてますか？もしですよ、あなたがお見合いする時、お見合い写真めっちゃ気にしません？履歴書取ったことありますよね。その写真気にしませんでした？結婚式の写真気にしたでしょ。もしくはあなたのパートナーさんめちゃめちゃ気にしてませんでした？気合入れてますよね。ホームページって今言ったことよりも重要なんじゃないんですか？その意識ないんですか？だってその写真であなたの経営が決まる可能性があるんですよ。でもそこまで悩んで撮ってる人いないですよね。だからそこ意識変えないといけないんですよ。これむちゃ重要です。4つ目、広告の数と量が少ない。いやいや、あなたの存在誰が気づいてくれるんですか？こんなに治療院あるんですよ。で、治療院以外にもトレーニングもあれば、エステサロンもあれば、ネット上では健康食品とかもあるんですよ。そういったものがある中で、どうすればあなたのことを知れるんですか？広告出すしかないじゃないですか。にもかかわらず、なんでそんな中途半端な量なんですか？バンバン量出さないと。量いっぱい出して、その広告媒体の数も出すんですよ。それをたくさんやることによって、あなたの存在が知られるんですね。で、知られることによって、やっと初めて、いいのか悪いのかっていうこの土俵に立つことができるんですね。多くの方はもうそもそも土俵にすら立っていないんです。だから早く土俵に立ってください。5番目、SNS をやっていない。どうですか？1日何時間 SNS 見てますか？2時間3時間は当たり前のように見てませんか？ですよね。じゃあなんであなたはそこに自分を露出させないんですか？見られる可能性があるわけですよ。いやいやいや、ホームページやってるからいいじゃないですか。もちろんそれもあります。でもですよ、あなたという人間性は SNS の方が伝わりますよ。考えてくださいね。あ、こういう人なんだって分かってるところと、どんな人か分からないっていうところ、どっちが選ばれますか？分かられてる方が間違いなく選ばれるんですよ。あなたのホームページがめちゃめちゃ素晴らしいんだったら話は別ですよ。他は寄せ付けない圧倒的な何かがあるのであれば、それでもいいかもしれない。ないでしょ、でもね。じゃあそうなったら SNS をしっかりやっていく、その中で自分という人間性はどんな人間なのかっていうのをちゃんと打ち出していかないといけないんです。僕だったらこの YouTube 動画がそうですよね。どんな人間性だと思いますか？よく言われるのは、思ってることをズバズバ言う、厳しそう、冷たそうとかよく言われますけども、優しいですよ。はい、もう先生からしたら当たり前やわっていう内容ですよね。でもこれすらできてない整体院ばっかりなんで、これを徹底するだけでも抜け出せるんです。その上でこれからお伝えする集客を駆使すれば、間違いなく集客に成功して繁盛になることが可能なんです。お伝えする集客方法は、速攻型集客の3大媒体、ホームページ集客の準備項目、ホットペッパー集客の準備項目、チラシ集客の準備項目、そして積み上げ型集客の2大媒体、インスタ集客、 YouTube 集客、これを皆さんに網羅していただきます。前側、それは分かってるんだけどできひんねん、え、初めて知った内容で自分もできるんかな、そんな気持ちになっていても大丈夫です。この動画でバッチリ理解できるから。では成功する準備はいいですか？まず最初に、広告をする上で全ての広告に共通するポイントとして、デザイン性を意識。まずはこちらの画像を見てもらいたいんですけども、どちらの写真が反応率が高いと思いますか？これはホットペッパーの写真なんですけど、明らかに集客数が変わります。男性の方は左、女性の方は右、そう答えを出したんではないでしょうか。実際に僕の各種 SNS でアンケートを取ったところ、左が6割、右が4割という結果になり、左を選んだ人の大半が男性という結果になりました。女性は右側を選ぶ人が多かったんですけど、集
客できたのは右側で、左では反応なかったんですね。男性と女性でズレが生じてるんですよ。これむちゃくちゃ怖いと思いません？この感性が理解できないと、チラシもホームページもホットペッパーも各種 SNS 全部女性に相手にされないということになるんです。皆さんこう思ってるでしょ？どんなことを書けばいいのか、何を投稿すればいいのか、これでは集客できないんです。今はもう文章だけでは集客できなくて、文章をどのように表現してるのか、全体の雰囲気を通してどう感じ取られるのか、ここが最新の生態集客では重要視されている部分になります。まずはホームページ集客の準備項目についてやっていきましょう。ホームページ集客でやること、1、ホームページのイメージカラーは決まってますか？2、必要な項目のリストアップはできてますか？3、誰に対してのホームページにするか明確ですか？4、ヘッドラインは誰に何をする場所か明確ですか？5、文字ばかりになってませんか？6、字は小さくないですか？7、読み手が見やすい開業バランスになってますか？8、写真選びは適正ですか？9、オファーは準備できてますか？10、予約方法は明確で迷わせていませんか？11、顧客を納得させる証拠は揃ってますか？最低限これら11の項目にチェックがつくようなサイトでないと、そもそも集客はできないし、広告をかけてはいけないんです。最低限この項目にはチェックがつくようにやってみてください。安定的に5名集客するホットペッパー集客やることをリスト。実際ホットペッパーを使いこなすことによって、矢野さん30万だった時が300万に、森さん今はもう400万を超えていってます。こういったことがホットペッパーをしっかりと使いこなすことによってできちゃうんですね。じゃあホットペッパー集客をやることリスト、これをお伝えしていきます。やること、1、何を売りにしてる人なのかはっきりさせる。2、術者ではなく患者さんメインの写真を載せる。3、メニューのメッセージを魅力的にする。4、口コミを集める。5、口コミを返信する。ポイントとしてテーマ、写真選び、メニュー、この組み合わせで決まるんです。女性がおっさんの写真見て LINE したいと思いますか？これだけ因がある中で清潔感のない空間に LINE すると思いますか？そのポイントを意識して集客をしていくんです。これがネット集客における速攻型集客の代表媒体になれます。やれてますか？ここでどちらの広告をすればいいのかっていう疑問が出てきてると思うんですけども、そこに対しての僕の答えをお伝えしたいです。理想は両方することですけども、予算的な問題とかがあってどちらしかできないという状況であれば、この方法で決めたらいいよっていうのがあります。美容系、リラクゼーション系であればホットペッパー、重症症状を扱うのであればホームページをお勧めします。これは患者さんの検索する時の状況をイメージしてもらったら見えてくるんですけど、もうやばい、痛すぎて何とか助けてほしい、そんな時にホットペッパーで探しますかね？まだそこまでホットペッパーの印象があるわけではなく、その際はホームページで検索します。先生のやっている内容によって優先度が変わってくると認識しててください。そして次はオフラインでの速攻型集客の代表媒体であるチラシ集客について。チラシ集客でやることは、作成するチラシのイメージはありますか？2つ目、必要な項目のリストアップはできてますか？3つ目、誰に対してのチラシを作成するか明確ですか？4、ヘッドラインは誰に何をする場所か明確ですか？5、文字にメリハリをつけて目立ちやすくしてますか？6、写真選びは適正なのか？7、魅力的なオファーは準備できているのか？8、予約方法は明確で迷わせていないのか？この項目をしっかりと意識して作成してください。で、実際そういった項目を意識して作ったチラシをここに載せておきます。結構インパクトあると思いませんか？この広告が皆さんの地域に巻かれてたらどうでしょうか？なかなか話題になると思いますよ。まあよかったらね、真似してほしいなと思います。この速攻型集客の3点を徹底してやれば新規集客に困ることはないです。今あなたが全く集客できていなくても全く問題なくて、この内容を今すぐやればその瞬間に予約が入ることだってあります。それが速攻型集客の最大の魅力になります。まずはここまでの内容を徹底的にやってください。もしわからないことがあればいつでもコメント欄連絡ください。ではここからさらに抜け出すためにぜひやっていただきたいのが MEO 対策です。最も重要な MEO 集客やるべきリスト、もうご存知ですよね。 Google 検索で調べた際に地図上で表示されるマップでの検索エンジン、今はここからのアクセスが本当に熱い。絶対に力を入れてくださいね。なるほど、前が分かったぞ。皆さん気合が入ったと思うので絶対に知るべき2つの重要ポイントをお伝えしていきます。1つ目、 Google はどういう目的で MEO を生み出したのか。この動画を撮影するにあたり、内容を作り込むのに5時間、そして実際の撮影時間、編集時間、動画確認時間、全て含めると7、8時間かけて完成させるんですね。この目的感じてもらえますか？その通りで、前川雅治の YouTube 動画は他のどの動画よりも内容が濃くて分かりやすくて役に立つ。
そう思ってもらうためにやってるわけです。これって当たり前と思います？きっと大半の人は当たり前と思ったはず。じゃあみんなは MEO を使いこなせて当然ではないですか？だって Google はこの MEO を使ってもらい、僕たちユーザーに検索するとしたら MEO で調べたら一番正確で分かりやすくて迷うことなく何もかも見つけることができる、そんな風に思ってもらいたいわけです。ここまで理解できれば、僕たちがこの機能を活用して自分たちの存在をアピールするとなったらどんなことを意識していけばいいんでしょうか？そうです、検索する人が自分の存在を見た時に場所、雰囲気、内容、印情報など全てが分かりやすく整えられていると喜んでもらえます。お客さんはこのような情報を求めている。 Google はこのような情報を出してる人を優遇したいんです。ここが基本であり本質なので絶対に理解してください。2、効果を最大化させる具体的なやることを7選。先ほどの条件を満たしていくためにどうしていくのか。誰でもできるけど誰もやってない、お金をかけなくてもできる効果的な方法なのにもかかわらずやってないんです。だからこの動画を見てくれた先生は今すぐに必ずこれからの内容を実践してください。その前に MEO の業者さんっているんですよね。月額2万とかで上費表示しますよとか、はっきり言います、僕はあれ必要ないと思ってます。お金無駄だと思ってます。なので悩んでる方はですね、まあやめといたらいいんじゃないかなと僕の独り言だと思ってください。ではいきます。MEO 集計やることリストのその1は反応を取れてるサイトを持つこと。なぜかというと MEO を見てもらってあ良さそうと思ってウェブサイト飛ぶんですね。そう、飛んだ先のホームページがしょぼかったら予約取れません。だからちゃんと反応を取れるサイトを持ってください。でやること2つ目、口コミ数の増加、しっかりと口コミを増やしましょう。3つ目、口コミに対する返信をします。で4つ目、情報の最適化です。例えば住所の場合2-9-21、これをね2-9-21なのと2-9-21は違うんですよ。ホームページで表示しているのと MEO で表示しているの、ここを一致させてください。で5つ目は写真枚数を増やしてください。でこの際しっかりと雰囲気よく見えている写真を使うようにしてください。で6個目、説明文を充実させましょう。7個目、継続する。皆さんの証券にある整骨院さん、整体院さんの口コミ件数を調べてください。圧倒的な数字を誇っている場所ありますか？もしあるなら大変ですよね。でもやるしかないんで頑張るしかないんですけども、口コミあっても10件ぐらいやでとかいう状況でしたらめちゃくちゃチャンスです。今すぐ口コミを集めることで地域で一番口コミを集める整体になることが可能なんですね。先生気づいてます？この1番を取る効果の大きさ。昔とある政治家が1番じゃなきゃダメなんですかと言ってましたけど、当たり前じゃ1番しか無理なんじゃみたいなね。2番以下は全て同じという言葉があるように、1番は絶対的な影響力があります。よく言われているのが、例えば日本で一番高い山は富士山では、2番はね、答えれなくなるでしょ。じゃあ日本プロ野球選手で1番ホームラン打ってるのは王さんでは、2番目はこれノムさんなんですね。え、知らないでしょ。でもみんな野村さんのことは知ってますよね。でこれなんで知ってるかっていうと、楽天の監督をしている時のぼやきで有名になったんですよ。田中選手、マー君のね活躍に対してのコメントで、マー君神の子不思議な子といったフレーズは今でも頭に残ってません？これは1番の大きさを感じてほしくて例え話をお伝えしたんですけども、イメージできてますかね。これだけ1番を取るということは重要なんで、狙えるのであれば絶対狙ってください。これは MEO だけではなく、ホットペッパーでも、ツーショット写真でも、いろいろな場面で、地域で一番実績を証明できている生態になるように意識して活動してください。これを知っていると知らないでは、障害賃金が数億かかってもおかしくないぐらいのレベルになります。口コミの重要性は分かった。でもどうやったらもらえるんだ？気になった方いると思うんですね。僕の過去の動画にしっかりとそういった内容の動画があるんで、ぜひ調べてみてみてください。じゃあ、ここから、積み上げた集客についてお伝えしていきます。まずは、インスタ集客から行きたいんですけど、どのような流れで患者さんが予約に至っているのか考えたことありますか？これが理解できていないと、どれだけインスタ集客について動画を見ても、セミナーに参加しても、ちんぷんかんぷんで結果につながらないんです。まずやるべきことは、インスタ内で自分の投稿に興味を持ってもらう。そして、興味関心を持ってもらい、フォローしてもらう。そして、価値必要性を感じてもらう。これはストーリーズで教育していきます。そして、個別でメッセージのやり取りをします。これで予約です。この流れがあって、それぞれで患者さんの感情は違うわけです。言うならば、この4つの工程で患者さんの感情を動かしていかないといけないんで、この投稿をしたらいいよとかではないんです。この考え方に基づき、インスタの運用をしていくんですけど、それだとイメージがしづらいはずなので、一つ具体例を挙げていきます。まずは、インスタ内で自分の投稿に興味を持ってもらう。そして、興味関心を持ってもらう。これを地域で獲得するために、面白い秘策を特別にお伝えしますね。実は、コンサル生にしか具体的なやり方を教えてないんで、もう二度と動画では出さない可能性が高いんで、この動画を見失わないように、ご自身の LINE とかにリンク、シェア送っといてください。マジで効果的やから。その方法は、カウントダウン作戦です。人は、数字が
足されていくよりも数字が減っていく方が意識が向きます。皆さんもクイズを出されて10秒以内に答えてください。1,2,3 と数えられるも10,9,8と数えられた方が残り3秒になった時の焦り方が全然違うはずです。よかったらこの後誰かに試してみてください。このカウントダウンの心理を用いてインスタ投稿していきます。今回紹介するケースは開業までのカウントダウンなんですけども、これを新しい施術メニュー発表でもいいわけです。何が始まるんだろう、どんなんなんだろう。もし地域にお店ができてカウントダウンしていたらそんな風に気になりません？間違いなくなりますよね。そして実際にイン周りなどでこの告知を同時にやっていればさらに効果的で、インスタで気になっていて地域を移動している時に上りや看板で見かけてまた気になって、そうなった時にチラシが配られたらどうなりますか？反応してしまうんですよ。この方法を使って開業3ヶ月で月100万達成したのがこちらの鈴木先生。この方法の成功事例はたくさんあるのでぜひ試してください。またうまくいったら報告くれたらめっちゃ嬉しいです。だってこの方法が効果的なんだったら新しいメニューが生まれた時とかも工夫したら効果的にインスタを使えるのをイメージできません？そんな方法とかまだまだあるんで反応もらえたら公開していきますね。次は多くの方がやれるのは分かっているけども避け続けている YouTube 集客について。今の時代の生活の一部になっている YouTube、 ここに自分を登場させない、そういった手はないですよね。昔でいうテレビのような存在になっていて、テレビだとなかなか出演することは難しいけども YouTube なら今すぐ出れるんです。でも闇雲に動画を投稿しても見てもらえない、そんな時代に入ってます。じゃあどうするのか、ここが重要なんですけど、何話しようって考えてませんでした？動画内容を先に考える人が大半なんですけど、これ失敗する一番の理由なんです。なんでって思いましたよね。そう思った人は顧客視点が抜けてます。動画内容を何にしようというのは治療家側の視点なんです。この顧客視点ってすごく大事で、理解していないとまず経営は失敗するので、この YouTube を例にお伝えしたいんですけど、視聴者が見る順番で動画を制作するので、まず最初にサムネイルを決めます。あなたもそうですよね。動画を見るときに何で動画を見ようって決めてますか？答えサムネイルですよね。だからサムネイルを最初に決めるんです。その後タイトルを決めて、動画の内容を決めて、台本を書いて、カメラワークを決めて、撮影して、編集して、アップロード、これが顧客視点になるんですよ。動画撮影後にサムネイル作成したらどうなります？今回の動画より面白く興味持たせようとしすぎるんで煽りが強くなるんです。その結果期待値が上がりすぎてしまって動画を見た人は物足りなくなってしまいます。だからこそサムネイルから作成すればこれ以上の動画にしようとなるんで動画を見た時の満足度が高くなるんです。じゃあいい動画と悪い動画ってどうやったら見分けれるのか、ここ気になりません？自分では最高の出来栄えだと思っていても評価されない、そして動画を更新する気が失せてしまう、これが YouTube を継続できない大きな理由なんです。なので目安としてお伝えしておくと、10分以内の動画だと維持率が 45%、 10分以上の動画になると30%の視聴維持率を基準にしてください。この数字が良ければいい内容の動画だと判断していいです。そして内容で意識するべきはコンテンツの質、その情報の価値になります。なるほど、じゃあしっかり内容を作り込んで動画を撮ろう、素晴らしい。ただもう一つ意識してほしいのは演者としての能力です。やっぱり人物像が映るので悪い印象を与えるよりも好印象を与えた方がいいと思いません？実際売れてる治療家はここを無意識レベルでやってます。だって日々現場では患者さんと向き合って勝負してるわけです。これが意識できてる治療家はリピート率が高いですし、できてない治療家さんはリピート率が低い。僕の印象はどうですか？皆さんいいですか悪いですか？コメント欄残してくださいね。で、好印象を与えるために意識するべきは言い回し、その前後の流れ、話し方になります。何々じゃないんけ、何々決まってるやろという言い回しにするのか、何々ではないですか、何々の可能性が高いですという言い回しにするのか、まあ、先生のキャラキャラクターがあるのでどっちが正解とかないですけども、その言い回しにすることでどんな印象も持たれるのか理解しておく必要があります。その他にも伝えたいポイントの前後で何を伝えるのか、話し方の表情やジェスチャー、ここも重要なポイントになります。ではあなたが一番悩んでいる問題、どんな内容の動画を上げたらいいのか、ここについて話をしていきたいんですけど、どんな動画にしたらいいってイメージできますか？最も始めやすい方法はご自身が理想とする YouTube チャンネルを見つけて、そこのチャンネル内に伸びている動画を参考に作っていうことです。パクリはダメですよ、これ絶対ダメですよ。治療家ね、これマジでその辺のモラルなさすぎるんで、平気でパクらせてもらいますって言って本当にまんま真似たりとかする人いるんですよ。それ泥棒ですからね。その方向性を参考に自分の考えや表現を取り入れて別物にしていきます。ここまでお伝えしてもほとんどの治療家は継続できないので、継続することで勝機が見えてくる広告になります。ここまでどうでしたか？速攻型集客と積み上げ型集客についてまとめてお伝えしたんですけど、参考になったでしょうか？前がめちゃくちゃ有益やん、これからも動画楽しみにしてるわ、そう感じてくれた人はいいね、そしてコメントもらえたらむっちゃ嬉しいです。だってそれがないと
動画続けれないですよ。しんどいっすもん。きっとここまで視聴してくれた方はいいねしてくれてると思うんで、とっておきの最強2台無料集客も公開します。それは紹介です。おい、そんなん知ってるわ。またまた画面前でそんな気持ちになったでしょ。でも真面目に紹介の活動をしたら、それだけでも陰茎は安定するんですよ。実際に昨年の広告費5万だったかな、くらいにもかかわらず、紹介で新規は来るし、しっかりリピートするんで予約枠は埋まっているという鍼灸師の三木先生。みんなやってないだけ。だって僕たちは地域ビジネスなんだから、紹介をしっかり作ってきたらホームページやホットペーパーなんていらないはずなんですよ。紹介ツールとして持っている的な状況がベストです。そして紹介の方法なんですけども、皆さん探している定番の方法になります。それは紹介してくださいという挨拶回り。以上です。ね、知ってるでしょ。でもここなんです。本当にやったことあります？やってもないの文句言うのやめてくださいね。だって紹介を起こそうと本気で動いていたら、いろいろな疑問が出てくるはずなんですよ。なんで紹介してくれへんのかな。患者さんに伝えても、地域の飲食店に伝えても、誰も紹介してくれないな。そんな状況じゃないですか。じゃあ気になるでしょ、なんで紹介してくれへんのかなって。この考えという行動ができてない治療家はマジで生き残れないです。紹介できないのはやりたくないのではなく、頼まれてもイメージできないからなんですよ。例えばあなたが友達に誰か女性紹介してよと頼まれて紹介できますか？ここではその依頼者が信頼できる人だと設定して考えましょう。いいやつだし紹介してあげたい。でもどんな女性がいいのか分かんない。ここなんですよ。条件として同い年か上下3歳まで、髪型はボブ、顔は丸顔、身長は155センチ前後で小柄。一体誰やねんって話ですけど、そんな風に条件がはっきりしていたら、あ、いてるいてるってなるわけですよ。その上でどうですか、これって誰か嫌な気持ちになりますか？誰もならないですよね。このように紹介を依頼しないと、依頼された側はね、すごく嫌な気持ちになるんですよ。先生の力になりたい、でもどうしていいか分かんない、もうごめん先生、悩む人は悩みますからね。だから相手にストレスならないように依頼することが大事なんです。そしてもう一つ大事なのは、皆さんは紹介依頼されて紹介してますか？自分がしてないのに人に依頼するって都合良すぎません？こういった日頃の行いもすごく影響しています。なので治療院経営をしている、売り上げを今よりも上げたい、技術だけではダメだと気づいている、このままでは終わりたくないと思っている、そんな治療家が周りにいたら、この動画を教えてあげてください。前川雅治を紹介してあげてください。でもやらないでしょってことです。で、次にね、挨拶前なんですけど、これは本当にシンプルなんですけど、地域の自宅を回るんですよ。チラシでもいいし、リーフレットでもいいので、よろしくお願いしますと定期的に回ってみてください。そうするだけで覚えられるから。で、その時にこの3点なんですね。笑顔、身だしなみ、清潔感。気をつけておかないと、気持ち悪いよね、あっこの先生ってなりますから。これだけは絶対に気をつけてください。ただこの3点は、ネット上の写真でも同じで、自分たちが見られる全ての場所で気にしていかないといけないんで、挨拶前の時だけではなくて、24時間365日心がけていくようにしてみてください。今回の最新版生誕100万超え集客ロードマップ完全版について動画をまとめてみたんですけど、いかがだったでしょうか。今回お伝えした内容だったり、説明欄でお渡ししている資料などを駆使して、生誕経営を一気に立て直ししている治療家は毎月誕生しています。先生はいつまで経営になりますか。今は何をしているのか分かんない、そんな状況の人は論外で、それって患者さんが来た時に何をしたらいいか分かんないって言ってんと一緒なんですよ。どれだけ情けないことなのか気づいてますか。このチャンネルを通してそういった治療家さんが減ることを願っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。